こんにちは、加藤です。今日はですね、下書き編の何回目だろう、3回目かな、お花を用意してみました。この前にですね、水仙、生徒さんの持ってきてくれた水仙、ラッパ水仙があるんですけれども、今日はこれを書いていこうと思います。用意したのは前回同様、丸まんの 242g のビフ R 中目、そして鉛筆は今日は HB と練りゴム。用意したのはこれだけです。目の前にあるのが水仙なんですけど、この水仙の花をですね、水彩の下書きとして書いていこうと思うんですが、どんな向きにしようかな。今日は花一輪でいこうと思います。はい、じゃあ早速いってみましょう。この辺に書きましょうか。で、茎が、こんな風に右側を向いているラッパ水仙として書いていきましょうかね。こんな感じ。ここがそのラッパの部分、筒状になっていて、外側にこう開いているところで、周りに花びらが 1,2,3,4,5,6枚ある。で、茎があって、葉っぱがちょっとあるんですけど、花を重点的に見ていきましょう。今大まかに当たりをつけましたけれども、この段階でちょっとバランスを見ます。一番外側をこう結んだ線ですね、例えばこんな風に結んだ線を見比べてみると、もうちょっと花びら大きかったかな。花びらの先端がこの辺ってこんな感じですかね。この辺からこう来て、こんな塊。この段階では、細かな一枚一枚の花びらではなくて、大きなこう外側の形を見ようとしています。で、その中にこの、まあ、ラッパ形状の、保温形状のこう中心部分があって、で、花びらが何枚かこう見えていると。こんな感じですね。当たりをつけたら、余計な線をちょっと練りゴムで押さえましょうか。ちょっとトントン叩いて、はい、こんな感じで、で、徐々に形をね整えていこうと思いますけど、今回の例はまずここの、花びら6枚と真ん中のこのラッパのつながるところ、ここがなんかポイントになりそうなので、ここの形よく見ていきます。で、シュッと伸びていて、下側もシュッと伸びていて、で、この水彩の下書きってどこまで描くんですか、どこまで、描写すればいいんですかとか、あとは輪郭線だけでいいんですかっていうふうに、これから水彩を始められる方よく聞かれるんですけれども、その加減が最初わからないと思うんですね。どの程度まで下書きをしたらいいのかっていう、わからないと思うので、私はよく通常のデッサンをする、あの陰影をつける感じの半分くらいを目標に、ある程度調子を、陰影をつけましょうっていうふうに、初めての方には説明しています。なので、イメージ的には皆さん、線描、輪郭線だけ描いて水彩絵の具を使いたいのかなと思うんですけど、初めのうちはちょっとこう絵の具でデッサンするような気持ちで、着彩というか淡い淡彩というよりもしっかりと絵の具で描写するような練習をした方がいいかなとちょっと思ってるんですね。なので、淡い水彩をイメージしてる方にとっては結構そこまで描くんですかっていう驚きがある気がするんですけど、絵の具になれるっていう意味でも最初の水彩始めたばかりのうちはちょっと絵の具たっぷりめというかしっかりめにつけた淡い水彩というよりも着彩、着色した彩色ですね、着彩を目標にしてみてはいかがでしょう。はい、今これ喋りながら描いてるのはラッパの先端部分が、ちょっとこうフリルみたいに花びらがこう
均一じゃなくてこんな風にちょっとこうフリルっぽくなってるんですね。内側から出てきた最後先端がなんかふわっと、レースのようなレースっていうのかな、何重かに分かれてこんな風にですね、先端がこう不揃いになっているんですね。この形が非常に面白い、そういったタイプの水栓なので、今回はこの飛び出ている部分の形よく見ようと思います。鉛筆でもその外側の線だけじゃなくて、この内側のなんて言うんでしょう、この突起ですね、葉脈ではないんですけれども、これなんて言うんですかね、鼻の筋の脈みたいな、こんな感じに、ちょっと薄いので見えにくいかもしれないですけれども、内側から出てきている形を結構しっかり描いています。はい、時々トントン押さえながら清書していきます。あ、清書はまだですね。で、花びら、こっち側のね、外側の花びらも一緒に描いていきましょう。花びらに限らず葉っぱもそうなんですが、斜め横から見下ろしているとか、葉っぱが全て見えるわけじゃなくて、途中でねじけていたり向こう側に回り込んでいたり、形状が正面から見た形とだいぶ違っていたりすると、どうしても人間の人って見たいように見がちなんですよね。これはこうなってるはずっていう固定観念にとらわれて、形状を見るというよりもイメージで思い込みで形を描こうとすることがよくあるんですよね。なのでこう葉っぱがこう向こうにめくれてる、ねじけているとか、回り込んで本来の花びらの形に見えないような形に、たまたま今この私の見てる位置からは変な形に見えるとかっていう場合がよくあるんですけど、この鉛筆の下書きデッサンにおいては、見える形に正直に、この現象にですね、目の前にある現象に正直に形を捉えていく方がデッサンとしてはいいと思います。はい、向こう側、上側の葉、花びらが何枚か、3枚だいたい決まりました。こんな感じですね。これが一番上の花びら、そしてその後ろ、上にある花びらで、その後ろにある花びら、これは手前のラッパ状の真ん中の部分、そしてここが、これが手前の花びらがこんな感じかな。これも、自分に一番近い先端がこの辺りで、近い方から遠い方へ自分側に飛び出てくる形なので、非常にこう距離感があって描きにくいんですけど、ここが自分に近い、その飛び出てる先端ですね。先端は少しめくれていて、何回かめくれていて、で裏側に巻き込む、裏側に巻き込んで、こう、筋みたいにこんな風に中心から出てきた線はこのあたりで裏側に回り込む感じですかね。形状が非常にこう複雑に、こんな風に、こんな風にねじれて見えています。ここは裏側、ここから裏側で、その下の花びらが
裏に見えている。シュッと伸びていって、思っているよりもこの花びらは長い感じに見えます。こんな感じかな。すごくこう形状が人が思っているよりも、決めつけている水仙の花びら形状よりも実際の花びらの形状はよくこう観察してみるとすごいキレがあって、それだけで結構綺麗なんですよね。こんな感じかな。はい、余計な線をちょっと消して整えます。最初は筆圧弱めに、探り書きですね、形を探り探り、本当にこれでいいかなっておっかなびっくり形状をこう書いていくんですけれども、徐々に、何本も線を引きながら、その中の一番いい線を見つけたら最後清書していきます。線を一本に集約して整えて決断し決めつけていきますね。はい、で、枚数で言うと1枚2枚3、4、5、6枚目、一番下の向こう側に見えている花びら、これまで描いたら花びらの完成ですかね。ここは、ここはどうなってる、こう来て向こう側に行って影になってるんですけれども、でちょっと、傷がついてたりする、花びらの傷もよく見て、で、この葉脈ならぬ花脈っていうんですかね、花の脈みたいなのも少し書き入れておきます。これは絵の具をつける時の、明るい部分暗い部分、その日向と日陰の境目になりそうなところは形を区切っておく方が後で絵の具をつける時の作業が楽になります。迷わずに、分けた通りに日向と日陰を塗っていくことができると。はい、ざっとこんな感じで、花びらが、ここはちょっと濃すぎましたね、花びらが6枚、そしてこの手前のフリルみたいなのはもうちょっとちゃんと見ます。非常に大事なところ、そして面白い形状なのでこれはもうちょっと丁寧に見ます。こんな感じかな。で、水仙は比較的この時期、新潟はちょっと遅いかもしれないですけれども、春先よく花屋さんで出回ってると思うので比較的モチーフとしては手に入れやすい、春先には手に入れやすいかなと思うので、で形状もそこまで複雑ではないので、入門者には非常に最適な、向いている、画題というか、モチーフになるかと思います。はい、ちょっとずつちょっとずつ、隣を見ながら、飛び出ているところ、引っ込んでいるところで、ここはすごくこう豪華ですね。豪華に飛び出ているところ。で、隣、ここが一番飛び出ているところ。はい、これ向こう側、一番向こう側、ここちょっと切れていて、少しフリルみたいになって、これ何ですかね、何箇所か、特に飛び出ているところが、1、2、3、いくつかあるんですね。これよく見るとなんかルールが隠れてそうですね。ここが飛び出ているところ、一番突起が激しいところ、次にここが飛び出ているところ、突起の激しいところ、波じゃないですけれども、海の波ではないですけど、何回に1回かちょっと大きな波が来るような、そういう
花びらのこのフリルの大きさも何回かに1回ちょっと大きな波が来るようなそういう風なリズム感、これで言うとここちょっとずつ間を置いて、これもそうですね、いくつかのルールにのっとってつながっている感じがしますね。はい、非常にここ魅力的な面白いところで、ここからはね、ここね、日陰なんですね。ここからこんな風に日陰、日陰の部分はちょっとね、調子をつけてみます。ここは日陰で、この側面もこんな風にちょっと区切ることができる日陰、少し調子をつけます。ここが日陰、光が当たっていない、でも日陰の中でも光が透けて見えているところがあるんですね。非常にこう花びらは薄い素材なので透けて見えているところがある。はい、単調な見方にならないように変化をどんどん見つけていくような、見るときの観察の仕方ですね。変化を見つけてそれを定着していくように、見逃さないようにですね、目をしっかりと開けてじっくりと観察、まあこれね、焦る必要ないんで、じっくりと観察をして、見えたこと、分かったことのみ定着させていく。見えて、まあ何度も言いますけど、見えていないとか見ていない、分かっていないのに手を動かしてしまうと、そこに書いた線は結局後で邪魔になるだけというか、書き直さなきゃいけなくなるので、分かるまで見て、見えたら手を動かすというか、理解したら書くようにしましょう。はい、こんな感じ。そしてこの後ろがちょっとこう枯れたような茶色い、花のこのかつてカバーだった部分というか、ちょうど玉ねぎの皮みたいなこう筋がこういっぱいある茶色いカバーなんですね。カバーがこの鮮やかなグリーンと黄色のちょうど間にワンクッションがあるというか、で材質もちょうど玉ねぎの皮みたいな、ちょっとシワッとしたヨレッとした感じの、材質感なんですね。シュッとした茎、葉、それから葉っぱに対してこのね、ジョイント部分の水仙のこの花のカバーの茶色いところはね、少し異質な感じがして、絵に変化を与えてくれる。リズム感、シュッとしたイメージが強い水仙なんですけれども、実はこのジョイント部分はシュッとしていないというか、その水仙のイメージの実はこう重要な役割を担ってるんだけど、で、はい、今ですね、 HB でここまで書いてきたんですけど、ここを書こうと思った時にちょっと先が丸すぎるので、新しい、尖った鉛筆に持ち替えました。こういった時に先の尖ってない鉛筆で無理やりそのまま先を書こうとすると、どうしても無駄な力がかかるばっかりで、思い通りの線がうまく引けないんですね。なのでこういった場面では無理をせず削り直すか持ち替える。私の場合はもうどんどん書き進めていきたい方なので、途中、絵の途中で削るっていうのはすごいもったいない気がするんですよね。なので持ち替えます。どんどん持ち替えて新しい鉛筆に切り替えながら書き進めます。はい、これね、ここにね、角があるんですよね。まん丸い円柱状の茎じゃなくて、なんかね、
角がある。断面で言うとこういう風になってるのかな。こういう水仙の茎って何角形かにこう角がちょっとこうあったりするんですけど、特にこの両端にねこう筋があるんですよね。ちょうどなんかモナカのつなぎ目みたいな、そんな不思議な線があるので、形の上でもここだけちょっと尖ってるんですね。こんな感じ。はい、もう一回よく見ます。ここがちょうど腰の曲がったおばあさんみたいな、そのジョイント部分の玉ねぎの材質のこのカーブした、ここに結構力がギュッとね溜まっている、かかっている感じがします。でそこから下はちょっとヨレヨレしたこう脱ぎかけの靴下みたいな、あのシワみたいのが少しあって、でここは玉ねぎの皮みたいな、はい、ここはすごく薄くて透けている玉ねぎの皮みたいな感じですね。こんな感じかな。はい、で鉛筆の強弱も、今くらい意識的につけています。特に自分側に出てくるあたりは先端を、尖った鉛筆の先、先端を使ってシャープに鋭く、手前に来ているぞっていうこの手前感というか、前の感じですね。特にこういう先端、前に出てきているところは先端シャープに押さえています。逆に遠くの部分はできるだけ弱く淡く、シャープな線が強く見えないように、こう作者は見えているは区別できているんですけれども、絵の具をつけるときに邪魔、分かる程度に弱く描いています。はい、こんな感じで、はい、以上で今日は水仙を描いてみました。花一輪だけなんですけれども、水彩絵の具を塗るための下書きです。はい、皆さんも春先綺麗な水仙を見つけたら描いてみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。